皆さんどうも、たかしむです。今回はですね、長野市そして水戸市の市街地比較していきたいと思います。まず映像の方映っておりますのは長野県の県庁所在地で中核市、人口36万4千人ほどの長野市中心駅、 JR 信越本線や北陸新幹線のほか信濃鉄道長野電鉄の駅である長野駅周辺の様子をお届けしているところになります。駅東口にも新しく整備されたビル群というのが広がっていて、綺麗な街並みだったんですが、今映しております駅の西側、善光寺口側がこの街の中心市街地を向いている方となりまして、まあ駅自体に緑というね、ショッピングモールがくっついていたり、で、駅の建物からデッキが伸びておりまして、その先にドン・キホーテが見られたり、まあその周りにもですね、ホテルだったりの建物が目立っていたんですが、駅前の交差点からまっすぐ伸びている市道をこれ進んでいったところになります。で、これが旧北国街道の道です。駅に近いところですとビルの中に飲み屋さんとかね、いろいろ入っていて、北国街道に入っても大手のスーパーや古本店がビルの下に目立つ、まあ、なかなか密度の高い都会というね、印象を景観から受けますけれども。で、こちら今映っている割と大きめの道路がですね、長野大通りの幹線道路で、駅前から、まあ北というか北東側に向かって伸びている道で、地下の方にはですね、長野電鉄も通っている道でありました。で、映像の方はですね、駅前の商店街的な通りを映しているところになります。ご覧のように飲み屋さんからカフェからね、いろいろ並んでいた二線路通りの道でありまして、で、さっきの長野大通り側に出てきたところになるとですね、まあ、東急百貨店のデパートの建物なんかが見られたというふうになります。で、またこれ駅からちょっと外れたところになるんですが、新田町というところになっておりまして、まあ地元のテレビ局が入ったビルですとかね、大きめのコミュニティセンターの建物なんかがありました。で、映像の方はいろんなところ行ったり来たりといった風になっているんですが、そのさっきの新田町から近いところに細い通りにですね、飲み屋街が広がっているところあったり、まあご覧のようにアーケード商店街ありまして、中にですね、地元の映画館や飲み屋さん多数並んでいるんですが、こちら善光寺からちょっと南の方行きました、権堂商店街というアーケード街となっておりました。続いては茨城県の県庁所在地で、中核市等に指定されている人口26万8千人ほどの水戸市、の中心市街地見ていきたいと思います。現在映っておりますのがこの街の中心駅、 JR 常磐線、水郡線、鹿島臨海鉄道なんかが乗り入れる水戸駅前の様子となっております。こちらも駅の中にですね、XL という商業施設が入り込んでいて、現在はですね、駅前中心市街地側を向いた北口駅前を映していってるところになるんですが、まあ、駅前のね、ロータリー周りにも複合商業施設が多数並んでいて、そうしたところから、北西に向かってですね、国道50号線の、駅前の幹線道路というのが長く伸びております。ご覧のように結構駅から離れてもですね、中層建築物が長く国道沿いに連なっておりまして、細長い都会といった印象を持ちますね。まあ、長野市は長野盆地の中にね、高密度に建物が集まる都会といった印象だったんですが、この水戸市というのはですね、関東平野の東側に位置する町ということで、まあ地形的なね、地理的な差も景観に現れているのかなというふうに思います。で、面白いことにそれぞれの都市と東京都を行き来する時間なんですけれども、まあ、鉄道の時間ですけれどもね、長野が新幹線通っているということで、で、この茨城、水戸からですと特急となるということでね、どちらも1時間半ぐらいで、まあ、どちらもそこそこ東京から近いというね、共通点があるわけですよね。で、ご覧のように駅から結構ね、離れましたが、水戸市の市街地の都会というのは本当に細長く
続いておりまして、京成百貨店というのがですね、駅からだいぶ外れたところにあって、そこからちょっと裏の道に入りますと、今写真でお届けしている風になりますが、大人の男性向けの遊び場というのがね、いくつか点在しているエリアというのがありました。で、その百貨店を越えていきましてもね、まあそれなりにビルだったりマンション、高い建物を続いていたんですが、まあこの辺りで都会的な景観というのは一旦途切れるというふうになります。で、映像の方はまた駅前に戻ってきましたが、今度は南口駅前を映しているところです。こちらもデッキが大きく広がっていて、その周りにオーパですとか映画館が見られまして、中心市街地と逆を向いた方になるんですが、十分都会的な景観でした。続いてはですね、両都市に広がっております郊外の商業施設群見ていきたいと思います。まずは長野市です。映像冒頭に映しましたのが、権堂商店街近くの映画館だったんですが、まあそういう中心市街地的なところから東側に国道406号線を進んでいきますと、まあさっきも京成電機が映ったり、また独特のね複合施設みたいなものがあって、まあそうしたところどんどん東に進んでいって、まあ大手のね、外食店赤からですとか米田20元などのね、お店が並んでいたり、はい、マクドナルドもありまして、ダイソーもね、先ほどありましたが、まあ、ご覧のように結構中心部はですね、細い建物が高密度に並んでいるようなね、まあ盆地の街らしい景観が広がっていたんですけれども、まあこれ郊外の様子、これ国道117号に切り替わっておりますが、まあラウンド1の建物がね、ゆったりそして堂々と立っていたり、まあ今も快活が映っていたりしますが、まあサイゼリアとかもあったりね、こちらにはメガドンキホーテ、ニトリなんかもありまして、まあ大型商業施設から小さなね、建物まで、まあそんなに密度高くなく並んでおりまして、とても広々とした郊外の街並みだなという印象を、この長野市郊外からは受けますよね。これ結構広範囲をね、映像を撮影しているんですが、まあこれでも長野の郊外全体で見ますとごく一部ですから、さすが県庁所在地だなというふうに思いますね。で、今回の映像では映せていないんですが、この117号のね、国道、高架になっている部分もあったりして、なかなか立派な、郊外の様子でありました。あと、スポーツデポだったりね、この辺もツタヤとかありますが、本当大型の商業施設、広々とした店舗が多くて立派な郊外でありました。続いてはですね、水戸市の郊外、店舗群見ていきたいと思います。映像映っておりますのは水戸市中心市街地からだいぶ南に外れました。国道50号線水戸バイパス沿いの様子映しているところになります。ヤマダ、ニトリ、洋服の青山、コナカなどのね、まあ紳士服店、家電量販店等の大型の商業施設がこのバイパス沿いに並んでおりまして、その少し南側に茨城県庁がありました。中心市街地にはないんですね、県庁が。で、そのすぐ近くに、ローゼオミトというね、複合施設が今映ったようにありまして。で、だいぶ映像、そうした郊外からさらに南の方に切り替わったんですが、イオンタウン水戸南の複合商業施設を映しているところになります。ただし、こちらの商業施設、厳密には水戸市内にありません。隣接している茨城町という自治体に位置しておりました。まあ、ほとんどね、水戸市とのすぐ境だったんですけれども。で、そのイオンタウンからですね、北側に向かって、また別の国道6号線の、幹線道路が伸びておりまして、それを映しているところですね。で、今まで映しているこうしたバイパスなんですが、結構いろんな高速道路ですとか、まあ、インターチェンジにつながっておりまして、まあそうしたこともあって、ご覧のように大手チェーン店というのがね、多数並んでいる景観広がっているわけですね。まあ北関東自動車道、常磐自動車道なんかが郊外に通っていまして、まあこんな風にヨークタウンなんかもあってね、本当に大規模で立派な郊外でしたね。
ということで今回は長野市そして水戸市の市街地比較してまいりましたが、皆様どちらが都会的に映りましたでしょうか。ご視聴ありがとうございました。